持ち主じゃないけど、よこせ、またお前か。わしはこの滝の主ザバンジャー。もう知ってる知ってるよ。はい、でまた同じセリフを、うん、もういいよ、うん、オイラの水晶だそれは。ついにやってきたか、おもこのうつけ者の人間目が。いやというほど懲らしめてくれるわ。ってことでボス戦ですね。うん、ま、MP もね、4回分のホイミがあるので、なんとかなるでしょう。うん、どうする？貯めていく？作戦変更？貯めていこうか。貯める。貯める。うわぁ、ちょっと、貯める。ヤンガスはちょっとあれだな、呪い受けちゃうから攻撃しよう、うん、おお、ナイスカヒー。貯める、攻撃で50、もう50で攻撃しちゃおうか、うん、てか、50以上貯めた、痛くね？50以上貯めたことないんだけど。攻撃、おいしょー。まあ100ぐらいなんじゃないかな、こいつの体力は。どうする？一応貯めるか。貯める、攻撃、ギラ。あー、やばいな。次撃とう。うわっ、これはどういうこと？セーブポイントまで戻されたのか、お金を失って教会に強制的に飛ばされたのか、どっち？ちょっとよくわかんねえな。まあ負けちゃいました。うん、負けちゃった事実は揺るがないね。もう一度行きましょう。強いね、強いわ。これは逃げちゃおうか、逃げちゃおう、うん、強いな。もうちょいレベルいるのかな。あの本人をね、打たなかったのが良くなかったな。あの、貯めるっていうのに意識が行き過ぎちゃったっていうのが一つ。貯めたから次攻撃しなきゃみたいな、そういう意識。まあけど最初の50ためは、まあ、間違いじゃなかったと思う。まあそこからは貯めなくていいから、貯めずに行こうか、うん、とりあえず最初はなんとか50ためて、でそっからは、主人公には回復役させてヤンガスに攻撃させる、そういうパターンで行こう。でヤンガスは呪いが効いちゃうから、呪い効いちゃうもんだからやめや。貯めるをすると呪いで動けなくなっちゃうパターンがあるので、貯めない、戻し作業です。どんどん逃げていくぜ。これは倒すか、レベル上げ兼ねて倒すか。4、5、よし。ペタッピーは HP9 だね、うん、よし。おー、いいね、レベル6。うん、お、来た。今のところ打撃と鎌に
振られている状況。やっぱエテポンゲルーレット方式にするんだったら、やっぱ正直格闘で止まってほしいっていうのはあるよね。うん、行きましょう。タタ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 タお、エテモレベル6。お、リレミトいいじゃない。さ、やっぱ主人公も、ブーメランか格闘がいいかな。うん。まあ、けど、剣をこう強化できたらいいってのも一つあるね。どれでもいいや。はい。ここら辺かな。行くよ。はい。はい。まあ、槍持ってねえよ。槍がないぞ。槍が。なんかうまいこと格闘さん、格闘に止まっていただければな。確かね、格闘ってね、真空波とかがあったんですよ。うん、真空波。で、なんか武器を外した状況でもその攻撃力が上がるみたいな、そういう固定があったはずなので、格闘は優秀なんですよね。うん、武器なしでいいんだからね。けどよくさ、なんか武器、格闘縛りみたいな実況あるよね。うん、楽しかった。そろそろさ、一撃で倒せない？まあ、棍棒と兵士の剣じゃ無理だわな。うん、あ、そっか、イタズラモグラじゃなくて、大きい口のいたところまで戻れば、どういう状況なのかわかるね。うん、死んで飛ばされたのか、セーブポイントまで、本当にリセットされたのか、てかアイテム見りゃわかるんじゃない。なるほど、飛ばされたみたいだね、どうやら。うん、教会に死んで、多分お金奪われちゃったのかな。うん、うわー、これはだるい、これはだるい、許してください。ありがたき、ありがたきお言葉。どうしてね、ここの下だね。うん、で、スライムがいるところは行き止まりだから反対側。メタッピーは、身構えて前に襲ってくな、襲ってくな。これは厄介だな、これ厄介パターンなんで逃げよう。うん、うん、で、こっち側。驚き、なんとかなんとかだよっていうのだったら嬉しかったんだけどな。びっくりした。こいつらもうちょっと面倒。うん、多分ダメージ、火種余種を考えると戦わない方がいい。で、近づいてから回復しましょう。うん、スキッパーかける2も、スキッパーは面倒、本当に3発だから2ターン分で、スマート高いからもう10何歩は確実に食らわされる。ここは倒すかヘラゴスほっといて、ドラキだ。うん、あ、ドラキ一発で倒せるんじゃないかな、ヤンガス。倒せるよ。だよね。うん。おい。よし。21、16。もう1000ぐらいしときたいな。じゃあ、ホイニで全回復するから。もう1円カウント。間違えた。今のは売ってない判定だよね。うん、ね、よし。さあ、また来たよ。もう懲らしめられたから水晶返してくれないかな。もう満足したろ。うん、もういいだろ。しつけやこいつ。いいじゃないか。もう一回殺された身だぞ、こっちは。攻撃と、貯める。もうけどね、もう作戦は立てたから。しっかり作戦は立ててるから、こっちは。
貯める。主人公には呪いが効かないというね。いやー痛いなー痛いなー。いやーここどうすっかなー。いやーここは放って次のターンなんとか回復間に合わせよう。うん、間に合うかな。うん、間に合った。よし、さあこっからはもう溜めずに戦っていきます。効かないぜ。ほい、ギーラヤンガス動いて。ホイミヤンガス攻撃。17、まずい。よし、まあ先行ホイミができりゃ落ちることはないでしょう。ヤンガス呪われすぎな。ほい、うわっす、やばいな。MP がもう、あヤンガス決めろ、頼む、呪われるな、バカ。ギラはまあまだいい、まだいい、いい、いい、ヤンガス決めてくれ。いやー、ヤンガス、まだ一発耐えれる。ヤンガス呪い、呪い、避ける、避ける、避けれる、避けれない。いやー動けない、痛い、死ぬー。ヤンガス先に動いて仕留めろ、お前はヒーローになれると。凡人が、凡人が、いやー滝クリアできないね。滝のクリアができないね。うん、さあさあさあ何度でも行こう。はい、呪文よし。さあもういいでしょう。もうだってもう何回も殺したんだから。まだ怒ってんの？もう、うん、激怒ですね。相当痛かったんだろうね。うん、もう頭蓋がもう相当痛んでるんだろうね。もうね、溜める。あ、 AI にしたまんまだ。まあいいか。聞かぬわ。貯める。しゃあ。うわ。ふや。次呪いビーム、呪いビーム。結果オーライ。いやけど相手もたまに先制してくるのが怖いな。たまに先制してくるんだよな。うーん、ここは攻撃でいこう。ギーラ、ここはヤンガス回復させとくか。あ、間違えていいやー。あー、先生、うん、間に合った、うん、なんとか間に合った。ここはここ意外と防御説あるよ。いいね、いいね、ナイス判断だったね。
なんだ、ぶねえ。あ、もうさすがに勝たしてくれんのかな、もう。さすがに勝たしてくれる？もうそろそろ。うん。なんか、コンピューターになんかさ、何？なんか、手加減というか、言葉を忘れてしまった。こういうのなんて言うんだったっけな。コンピューターに、こう、ダメだ。言葉が見つからない。ギラ、大丈夫大丈夫、大丈夫、決めろ。まだこれはホイミを打って、おっしゃい、やっと勝てた。よしよしよし。お、2ポイント。さ、エテポンゲルーレット。3、2、1。はい。やりか。お、4ポイントはでかいね。うん。ワンチャンほんと格闘止まってくんないかな。3、2、1。はい！お、力の種。頭の振る傷が痛むわい。それもこれもお前のせいじゃぞ。何、何のことだかわからないとな。さてはお主、水晶の本当の持ち主ではないな。えい、皆まで言うな。わしの偉大なる攻撃、偉大なる攻撃を一つも受けぬその体質、お前は水晶使いの占い師ではなかろう。そういえば水の流れに乗ってこんな噂を耳にしたぞ。トロデーンという城が呪いによって一瞬のうちに茨に包まれた、ただ一人の生き残りを残してな。その一人はなぜか、うん？何者？乗せた？馬車を連れて？何者？旅に出たという。うん。読めない。ごものなんて日本語聞いたことない。うん、まあ、これがドルマゲスに襲われたトロデン城。うん。あの化け物、緑色の化け物の城ですね。うん。で、なぜか、主人公のエテだけ呪いが効かないと。うん、まあこれはね、後々分かってくるんだけど、まあみんな知ってるよね。うん。やはりお主がそうであったか。そのお主が何故この水晶を求めるか分からぬが、水晶はお主にくれてやろう。このわしに勝ったのだからな。はい、ありがとうございます。それから最後に一つ、もしお前が水晶の本当の持ち主に会うことがあったら伝えてくれ。むやみやたらと滝壺に物を投げ捨てるでないとな。いや、マジそれはそうだよ、本当に。うん、ね、危ないもんね。うん、痛むわ。言っとく、ちゃんときつめに言っとくよ、本当。きつめに、本当。さ、帰りましょう。で、こういう時にね、リレミトがね、うん、リレミトが物を言う。うん、洞窟へ、行く時安心、リレミトよ。